かく素人でもフルマラソンを走れるのか。早速ランナーを決めたいと思います。はい、はい、せーの、はい、おらやランナーは中谷太一決定だ。それつけよ、俺それつけよ。お前まだ食いてるから叶われよ。2000円するんだけど、消費カロリー、歩行距離、時計が入ってる。すげえ。これをもう俺ら完全に信じて。なるほどね。真面目にやる。出発でーす。僕ら旅に出た。カメラマンさんクソ大変そうですけど。動いてますよ、動いてますよ。ほら、一歩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 。いい天気ですね。はい、さあ中田選手、そろそろ背中に汗をかいてきてますね。あ、これさっきかぶった水です。意外といけちゃうんじゃないの。1キロいったよ。いけるよ。意外にいけそうだね。女子高生が、はい、見てましたよ。たまんないね。さっきの女子高生が冷ややかだね。あー、気持ちいい。お昼にはね、はい、海鮮物が食べたい。海鮮物。大輝が嫌いに死んじゃった。あれ、海鮮物がね、食べたくて。食いたいな。お願いします。あれ、今から越える山ですかね。ずーっと強く思ってる。電車で行けばね、すぐなんですけどね、箱根湯本。あー、小田急線が頑張ってるよ。ありがとう。さあ、小田急線にも応援されて、中田太一。これ雨やべえ、降ってきたぞ。ダメダメダメ、もう降っちゃってるから。ダメ、もう降っちゃってる、失敗してる。もうとりあえず勝手に入ってさ、今後のさ、今後の俺たちの未来を話しよう。もう雨降って失敗してるから今。じゃあ一回止めます。急にね、雨が降ってきちゃったね。企画失敗とまで言われたんですけど、見てください、ちょっと晴れてきたんで。エネルギー入れてね、頑張りましょう。ビールでも飲もうかな。ビール飲まないでしょ、普段から。せっかく走った万歩計をリセットしたら、人間は怒るのか怒らないのかっていう受験をやってみようと思います。ちょっとここでちゃんとこの画面に一回向けて ね、はい、そうね、今どれぐらいなのかっていうのを、はい、見せましょう。始めてみたいと思います。5661歩、 4.52 キロ。これ10回繰り返したらいいんでしょ。だからおお、十分だよ。288キロ消費して、このオレンジのボタンっていうのを、うん、こう長押しすると、うん、そのリセットしちゃったじゃん今お前。何してんの。リセット。ああ座っちゃった。リタイアか。まさかのリタイア。せっかく走った万歩計をリセットされると人間面白くなるでした。頑張れそう今さっきより。なんで。理由がないよ、頑張れる。僕ら旅に出たのは選挙法で言ってた。急に冷えてきたり空が暗くなったら大雨が降る合図です。本格的に降り始めたな、これ。僕ら旅に出たのはその時間が止まらないように、わかってるような、気づいてるような。